さて今回は2024年めっちゃサックスを楽しむためにと動画をお送りしたいと思います。サックスミキです。今回はですね、サックスの吹き方というよりは今年1年ね、このタイトル通りサックスを楽しむための仕込みをですねやっていただこうと思います。この内容は大体ですね年末か年始に毎年出してますけれども、今年も出したいと思います。僕はですねサックスを吹いて30年以上、サックスプレイヤーになって27、8年とかいう感じですけども、その一方でですねある時からですねプロのコーチとしても活動しております。ちゃんと勉強してプロのコーチとしても10年ぐらい活動してます。経営者の方から自営業者の方、主婦の方、サラリーマンの方などなどですね、多くの方のコーチングをしてきました。で、今でも経営者の方とかのコーチングをやっております。その中で結果をちゃんと出してるやり方というのがあります。その内容を、一部シェアしたいと思います。そんな感じですね、今日は吹き方がうんぬんかんぬんというよりは今年1年楽しむための先ほども言いましたけど仕込みということで頭のね片隅に置いといていただけたら、実際にねこれをやっていただけたら、いつの間にかサックスがめっちゃ上手くなったり、やりたいことが実現できてるとか、ある日そういうことに気づくような感じでですね、知らない間にめっちゃすごいことになってるということが実現する方法になりますので、興味ある方は最後までご覧ください。それでですね、まあ、やることっていうのはこちら書いてます。ゴール設定をしようということですね。ゴール設定というと、まあ、堅苦しいんですけど、要するに、今年の目標を立てましょうということですね。まあ、一応今年って言ってますけど、5年、10年のスパンで考えてもらって、そういう目標設定、ゴール設定でももちろん構いません。まあ、そういうのが大きければ大きいほどいいです。そういうのを、まあ、抽象度って言ったりしますけどね。抽象度っていうね、言葉がありまして、抽象の反対具体ですよね。だから具体的に考えるか抽象的に考えるかってあります。例えばサックスのリードの付け方は髪の毛1本分ですみたいな、それは具体的な話ですね。だから抽象度で言ったら下がってます。で、別に下がってるから悪いというわけじゃなくて、まあ具体的に考えてるってことですね。リードの合わせる位置はなんでそういう風に細かく考えるのかって言ったら、抽象的なところでサックスが上手くなりたいからっていうことがありますね。はい、だから抽象度っていうのはこう上下に相互に関係してたりとかして、うまく使うとすごい効果を発揮します。まあ、そういう意味でですね、5年10年というスパンで考えると視野がまずね広がりますね。視野をね広く保つというのが一つすごい大事なポイントになります。このゴール設定の条件2つあります。1つ目が現状の外で、2つ目がウォントゥーになります。でそれぞれ見ていきますけれども、1の現状の外っていうのは、現状っていうのは今自分が想像できる範囲のことです。それの外側になりますから、はっきり言ってよくわからないぼやっとしたところになります。でぼやっとしたところっていうと、さっきの抽象度で言ったら上になります。高いところになります。より抽象度の高いところのゴールを立てるみたいな感じですかね。で、そう言ってもですねピンとこないと思います。このカッコしてるところにね書いてるみたいな感じで考えてもらったらいいです。まずいわゆる絵空ごととか漫画みたいなこととかあるじゃないですか。非現実的なことですね。で、あと人に話したら笑われるようなこと。例えば俺はコールトレイとかパーカーよりもすごいミュージシャンになるとかね言ったら、そんなんなれるわけないやんでね、普通の人は結構ツッコミ入ったりしますよね。そういうことです。そういうことを目標にしちゃうんですよ。一般的にはそのできるとこできるとこを着実に固めていきましょうってあると思います。まあ、そういう考え方もわからないでもないです。ただそれに先立つものは、まず現状の外の絵空ごとのようなゴール、誰がどう考えても無理やろうみたいなね、そんなんどうやって実現するみたいなことをまずバーンって目標立てちゃうんですよ。でそっから考えて今やるべきことみたいなのをご思考していくと、そういうことが僕の実践してるコーチングでは重要になりますし、そういうことで実際実績を出されている方もいます。で次、2のウォントゥーですけれども、これはもう純粋に何々したい、何々がやりたいという欲求ですね。で一つ言うと、この欲求っていうのは自分だけじゃなくて、自分もみんなも嬉しい欲求、そういうのを考えるとより抽象度が上がります。抽象的というか包摂というか、含まれるものの要素が増えるってことですね。包摂するのが大きい方がより多くの人、自分を含む多くの人が楽しんだり幸せを感じたりすることができます。そういったことを考えるのも抽象度を上げる上で大事ですし、音楽っていうのは自分が楽しむだけじゃなくて、音を出した瞬間に人が楽しむための
ツールにもなりますよね。まあそういうことで、本当最初は自分中心でいいと思いますけれども、慣れてきたら自分もみんなも嬉しいことっていう視点を持つと、より良いゴールができるかなと思いますね。で、こういった二つの条件を念頭に置いて、ゴールを考えていきます。っていうと、なかなか難しいんですけどね。だから最初からうまく設定はできないと思います。おそらく立てたゴールも最初は現状の中だったりね、すると思います。それで全然構いません。それをどんどん慣れていくことで、もっとすごいゴールみたいに考えていきます。と、その現状のね、中から外に出すための、まあヒントとしてはゴール10倍っていうのはあるんですけど、例えばこれを見てる皆さんが目指してるところがあるとします。多分何割かの方は、こういう風な演奏がしたい、こういう風なところで吹きたいとか、こういう風な曲が吹きたいとか、何らかあると思います。それをね、10倍すごくしてみてください。で、それをとりあえずのゴールにしてみてください。いいですか？っていう風な、こう、発想をちょっとこう切り替えていくというか、自分の常識を壊していくというか、まあそういう感じでですね、この現状の外だったり、ウォントゥーだったり、まあゴール設定の条件をね、いろいろ考えていきます。その場合の補足ですけれどもね、米印のとこに ABCD でこれ4つ書きました。これをですね、お伝えしますので、まあヒントにしてもらったり、補足的に考える手段としてもらったらいいかなと思います。まず A がですね、ゴールが先、手段は後です。で、B はゴールから考えて逆算的に行動を考えるということですね。で、C はゴールは人に話さないということですね。で、D はもっと良いゴールを思いついたら変更 OK ということですね。まあ、なのなどってね、細かいことを言い出したらですね、このゴール設定だけでもかなりいろんなことが語れてしまうので、とりあえずこの4点にしときたいと思います。じゃあ、それぞれ見ていきますけれども、A のゴールが先、手段は後ですね。これですね、よく目標を設定するときに、例えば自分の中で考えている時も、人と話している時も、こんな目標どうとかね、言った時に、そんなどうやってやんのってね、突っ込みが、自分が自分に突っ込む場合もあるし、人が突っ込まれる場合もありますよね。で、それはあんま良くないことなんですよ。まず手段はね、置いとくんです。とりあえずこうなりたい、これがいいと思ったら、そういう風なものを立ててください。例えばもう全然貯金も何もなくて、でもセルマーのシュプレームが欲しいと、120万円のシュプレームが欲しいと、じゃあ自分はシュプレームを買うって決めちゃうんですよ。じゃあどうやってってすぐ思うと思います。でも欲しいんだったら、まずそれを買うっていうゴール設定をします。じゃあ、後からですね、その決めることで、その手段がいろいろ思いついたりするんですよ。これ人間の思考って不思議なもので、そういう風に手段から考えていくとね、自分がなりたいものにたどり着かない場合って多々ありますから、そういうことでゴールが先、手段を後って考えてください。だからゴールをバーンと立てちゃって、で、それどうやんのっていうのは、そんな知らんっていいです。とりあえずは。そのゴールを頭の片隅に置いといたら、で、ある日、あ、こうやったら、このゴールに近づけるかも、実現できるかもっていうのがポンって浮かぶようになったりするんですよ。それがまあスコトーマが外れるっていうんでね、スコトーマってね、まあ心理的な盲点のことなんですけど、自分が気づいてなかった手段とかを気づいたり思いついたりするようになるってことです。だから手段は後で OK ってことです。はい。例えばシュプリーム買うってなった時に、自力で買わなくても人がポンって買ってくれるかもしれないですよね。まあ確率で言うと低いかもしれないですよ。何があるかわかんないですよ。シュプリームもらえるかもしれないです。実際僕はシックスをもらったことがあります。僕が使ってるテナーのフラセルのマーク6は結構ええ値段すると思いますよ、買ったらね。それタダでもらいました。それはまあいろいろ経緯があったんですけどね、ひょんなことからタダでもらって、でそれがすごい良かったんで今も使ってるっていうのがあるんで、手段は分かんないんですよっていうことです。じゃあ次 B ですね。ゴールから考えて逆算的に行動を考えるですね。これもね非常に大事で、ステップバイステップってよくありますけどもね、 A やってこう B やって C やって D やってこうやっていったらここにたどり着くでしょって考えるっていうのは一つあると思いますけれども、僕のやってるコーチングの思考ではそういう風に考えずに逆から考えます。ゴールからめちゃめちゃ高いゴールがあって、その前の段階でこんなんかな、その前の段階でこんなんかな、その前の段階でこんなんかな、こう落としていくんですよ。で、今の今日の自分の行動につなげていきます。で、それが正しいか正しくないかは別にいいんですよ。間違っててももちろん構いません。とにかくこのゴールから逆算的に考えて、今何をやるべきかっていうのを常に考えるようにします。だからこう行くんじゃなくて、こう降りてきて、降りてきたものをやるということですね。その方がゴールと結びついてるし、結果的に早い場合が多いです。C ですね、ゴールは人に話さないですね。これカッコドリームキラー対策ってありますけど、目標が出たら人に宣言しようというね、教えて結構あったりしますよね。まあそれも一つわかるんですけど、っていうか一つわかるんですけどばかし言ってますけど、それわからなくでもないんですけど、それをやるとね、さっきの俺はこうなりたいんだ、私はこうなりたいんだ、こんなことやりたいんだって言った時に、それどうやん
んの、その無理やんってね、突っ込まれたら、せっかくの自分の大事なゴールの目がね、詰まれちゃうことになるんですよ。だから、そうならないように、そういう声のことをドリームキラーって言うんですよ。だから、まあ、夢を壊す人ですよね。だから夢を壊す人対策として、黙っとくってことです。自分の現状の外でワントゥーなゴールっていうのは、人知れず、自分の中で温めてみてください。ただし、コーチには話していいです。だから、僕はコーチなんで、僕は一応もう皆さんのコーチということにしましょう。僕には言っていいです。だから僕にコメント欄で書いた他の人呼ばれちゃうから、例えば何かで会うことがあれば、私はこういう目標があるんですっていうのは、僕にはこっそり教えてもらって全然 OK です。で、次 D ですね。D は、もっと良いゴール思いついたら変更 OK っていうのは、このゴールっていうのは、移ろいやすいものです。ある日、こういうゴール立てたと。でもその次の日、もっとこういう方がいいかなと思ったら、もう即座に変更してください。もっとすごいゴールなことがね、ちょっと大事ですけど、スケールダウンするんじゃなくて、スケールアップしたゴールとか、もっと楽しいとかね、自分がもっとウォントと思われるものになったら、そっちにどん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 コロ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 変えていってください。で、変えていった方が、ゴールを立てる力も養われるし、結局、より良いゴールになっていきますから、そういう風にやってみましょう。ということですね。まあ、ざっとね、ご説明していきましたけれども、このね、ゴール設定ね、騙されたと思って、まあ、年始ですし、やってみてください。驚くほどのね、効果があったりします。まあ、で、これを立てたことで、まあ、この後にいろんなことがまだ起きたりするんですけれども、そういったことは、まだ機会があればお伝えしようと思います。で、まだコメント欄になんか質問あれば書いていただけたらと思います。で、あと最後、星印のとこですけども、ゴールはたくさん立てようってことですね。さっきのゴールはコロコロ変えようと似てますけどね。例えば、サックスね、ソプラノ、アルト、テナー出てたら、それぞれに立ててみてください。例えば、自分が吹奏楽もやってるし、ジャズのビッグバンドも入ってるし、コンボもやってるし、なんだったら吹奏楽のゴール、ビッグバンドのゴール、コンボのゴール、それ自分におけるゴールをそれぞれ立ててくださいみたいな感じで、例えばマウスピースのゴールを立てていいんですよ。自分にとって最高のマウスピースをゲットするみたいなね。そんなんでもいいが、とにかくね、いっぱいあった方がいいんですよ。じゃあ相乗効果でもっとすごいゴールが浮かんできたりしますので、やってみてください。ということで、今日はね、サックスの吹き方というよりは、今年1年最高にするための仕込みということで、ゴール設定についてお送りしました。これが皆さんの何らかお役に立てた幸いです。で、あとサックスに関することであれば、何でもコメントの方に質問していただけたら、随時こんな風に動画とかテキストで返信していきます。あとですね、年末のライブ来ていただいた方、大変ありがとうございました。今年もまたライブがあります。こちらですね、出来立てほやほやのフライヤーデータになるんですけど、三木敏彦カルテットアフタヌーンライブということで、2月11日の日曜日、午後2時からですね、神戸元町のシアタージャジ、僕がよくやってるライブハウスですけど、そちらでライブをやります。またこちらの QR コードですね、からお店のサイト入りますので、来たいなという方はぜひよろしくお願いします。前回ね、古野さんと企画ライブでしたけども、今回はまたレギュラーメンバーでのライブになります。で、今回もリクエストも受け付けておりますので、来られるという方はこんな曲やってほしいとあれば、ぜひ遠慮なくリクエストしてください。すごい楽しいライブになると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。